2013年7月31日アジスキララ浜ボーイスカウトたちの暑くて長い夏が始まろうとしていました。47すべての都道府県からスカウトが集まりました。その数およそ12,500人。どっから来た？静岡から。東京。どっから来たの？山梨からです。山梨か。はい、間違ってなかった。13時間。だめ。彼らはここで9日間のキャンプ生活を送りながら仲間と友情を深めるためにやってきました。そして県内各地を巡って山口でしかできない経験を積んでいきます。 OK、 はい、下ろして、はい、海外からもおよそ1500人の仲間たちが駆けつけました。キャンプサイトがさらに賑やかになります。マンチェスター、イングランド。マンチェスター。 What kind of memory do you need? Anything. Meeting new people. Maybe lots of international friends. Yeah, and relationshipSome kind like that, and some experience because this is Japan and this is not Thailand. So I think lots of hours we'll get more experience. 会場はテントで埋め尽くされて、あっという間に一つの村が出来上がりました。日本ジャンボリー、4年に一度開かれる。国内最大のボーイスカウトの祭典、山口県での開催は初めてです。出会いと友情、発見と驚き、日本全国そして世界中のボーイスカウト1万4000人がやってきた9日間の物語。オレンジ色のお揃いの T シャツでやってきたのは山口県のボーイスカウトです。県内からはおよそ200人がジャンボリーに参加します。いよいよ始まります。大丈夫です。もうめちゃめちゃ元気だし気合入ってるんで、今回は外国のスカウトも多いのでしっかり交流していきたいと思います。緊張しています。なんで？なんか何か自分が足を引っ張ったりしたらとか、そんなことを思ってです。山口隊は日本ジャンボリーに向けて何度も訓練キャンプを開いてきました。でも8泊9日のキャンプはみんな初めてです。日本ジャンボリー2日目、キララ浜アリーナにスカウトたちが続々とやってきました。大会の始まりを告げる開会式です。ハロー、こんにちは。国の内外から参加したボーイスカウトや来賓、一般来場者などおよそ1万5000人が集まって華やかに開幕しました。ご存知のように、この山口はつい数日前の集中豪雨により大変な被害を受けました。そういう中でこの我々のジャンボリーを行うことができるというのは
地元の大変深いご理解の賜物である。大事なのは我々にとっては未来です。未来を担う力というものを諸君がこの大会でもって示してくれることを我々としては期待するものであります。今回で16回目を数える日本ジャンボリーはアジア太平洋地域スカウトジャンボリーとしても開催されました。日本を含む53の国と地域からボーイスカウトが参加しました。小学6年生から高校生までが中心です。東京連盟今回のジャンボリーのテーマは和。日本で世界の青少年が一つにまとまり未来を切り開いてほしいという願いが込められています。またこの大会は2015年に開催される世界スカウトジャンボリーのプレ大会として開かれました。世界スカウトジャンボリーとは4年に一度開かれるボーイスカウト活動最大のイベントです。世界中のボーイスカウトが集まっておよそ2週間キャンプ生活を送りながら仲間と体験を共にします。今から5年前の韓国チェジュ島、ここで世界スカウトジャンボリーの開催地を決める会議が開かれました。開催地に名乗りを上げたのはキララ浜での開催を目指す日本とシンガポールの2カ国。これまで国を挙げての招致活動を行ってきました。開催地は世界中から集まったスカウト関係者による投票で決まります。日本に決まれば1971年の静岡県以来44年ぶりの快挙です。投票の結果、キララ浜が世界スカウトジャンボリーの開催地に選ばれました。2015年、山口県に162の国と地域からおよそ3万人の青少年が来るのです。今回の日本ジャンボリーは2年後に開催される世界スカウトジャンボリーへの大きな一歩です。報告、5秒半全集合完了。了解。神奈川行って全集合完了。了解。ボーイスカウトの朝は早い。それぞれの隊が集まって朝礼をすることが毎朝の日課です。山口第4隊も全員制服に着替えて整列します。一つの隊は大人の指導者と小学6年生から高校生のボーイスカウト合わせて40人からなります。ボーイスカウトの活動は女の子も参加することができて9日間この集団で寝食を共にします。皆さんおはようございます。おはようございます。キャンプ生活では1日3食の食事ももちろん自分たちで作ります。それでは4つお願いします。はい、追加。はい、持ってて。毎日決まった時間に食材の配給が行われています。やべーな音がしたね。今回野菜を切ったりするのは初めてです。この日のメニューはホイコーロー。事前に渡されたレシピを見ながら作ります。半月切りでいいですか？は？半月切りでいいですか？何でもいいよ。いや、火取ればいいけど、てかなんてやろ、短冊なんか細くしたやつあるやん。あれがいい。山口隊、経験豊富な先輩が指示を出していきます。
ちょっといつでも何でもいいよ。もう火通りはいいけど、とりあえず薄くして欲しいな。一方こちらは、キャベツは全部一気に5等にしない。いやね、肉普通先じゃない。ちげえよ、キャベツあれやばいやばい、はい、あ、切んないですか一緒、大丈夫大丈夫、切った方が食べれる、食べれる、食べるからいいよ。東京隊はとにかく豪快です。失敗は、まあ、あっても食べなきゃいけないんで、うん、でも最後は結局美味しくなるんで、すごい楽しいです。ご飯めっちゃ美味しいです。うん、なんで、え、なんでみんなで作ったからみんなで作ってみんなで食べる、このシチュエーションが最高の味付けです。美味しいな。最初は疲れてたけど、だんだん2日目とかって疲れやすいんで、ぼーっとしたりする時がありますね。今は？今は全然みんなシャキッとしてる。ほらシャキシャキシャキッとしてる。国境を越えてやってきた海外隊も日本隊と同じようにキャンプ生活を過ごします。日中ボーイスカウトたちは9人ほどの班に分かれて用意されたプログラムに参加します。赤い部分が彼らのキャンプサイト、そして青い部分がさまざまなことについて学ぶ場内プログラムのエリアです。ここは地球開発村と科学の都市のエリア、環境や科学などについて学ぶところです。こちらは防災について学ぶコーナー。もしも自分たちが災害に遭ったとき、3日間生き抜くために必要なものは何かを考えます。35ある候補の中から9つのものを選ばなければいけません。じゃあ、まあ、いや、この中で、待って、ちょっとこの中で明らかにいらないやつ取ってください。明らかにゲーム。埼玉隊のみんなが意見を交わします。セット、はい、みんな大好きなゲーム機、いるって言ったやつ、なんですよ。暇つぶし、はい、そうか、はい、じゃあ宿題は、いらないよ。宿題持ってるやつなんかいないよな。いらない。あれじゃん、ヒントとしてあげると、家族の写真とかボードに貼っといて探してるんですけど、この人見つけたらこの電話番号に書いてください。書いている。東日本大震災の時はそういうのもあった。はい、はい、で電池、いる懐中電灯使わない、缶詰、いる、生きるんだよ、みんな生きるんだよ。情報収集はしなくても生きることはできます。でもなんかなかなか意見がまとまりません。避難とかするときに、なんかいやでも生きることができる、死んでなんか生きればいいんだから。おーい、はい、意見を交わすこと40分、やっと必要なものが出揃いました。え、その辺にっぽい雨具、誰ですか。はい、あの雨に濡れると体温が下がるし防寒着にもなるから必要だと思う。雨具にもなるし防寒具にもなります。続いて文化の交差点エリアを覗いてみましょう。文化の交差点では日本各地の文化や伝統芸能を学ぶことができます。特にここを楽しんでいるのが海外隊のスカウトたち。一つ一つの体験が新鮮なようです。ようこそ。お茶についての、体験をしてもらいます。西尾に行くとポストが、タイのスカウトが茶道について学んだ後、抹茶をいただきます。タイでは普通
砂糖がたっぷり入った甘いお茶を飲むそうで、日本の渋いお茶は初めてです。おいしい、おいしい、yeah. おいしい、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 ヤンミーヤンミーデリシアス。日本の味気に入ったようです。So, let's try to talk cognac. Please, read this leaflet. 特に海外隊の反応が大きかったのが、こんにゃく作りを体験するコーナーです。作っているのはアメリカ隊。アメリカではこんにゃくを見る機会がほとんどありません。どんな食べ物なのか知らずに一生懸命作っています。こんにゃく芋や凝固剤を混ぜたものを茹でること10分、出来上がりました。青のりで風味をつけてあります。人生で初めて目にするこんにゃく、テント内に緊張感が漂います。でも彼だけはだんだん味を気に入ってきたようです。お互いの文化を知る、これも大切な経験の一つです。日本ジャンボリーでは一般の人も場内を見学したり、プログラムを体験したりすることができました。ジャンボリー期間中、およそ1万3000人が会場に訪れました。すごいなと思いました。なかなか今野外でこういう活動する子が少ないから、やっぱ健康的ですごい、いいなと思います。2015年に開催される世界スカウトジャンボリーも、一般の人が会場内を見て回ることができます。ジャンボリー4日目、ボーイスカウトたちは広島平和記念公園を訪れました。日本全国、世界中から集まったスカウトたちの中には、初めてここに来た人が大勢います。太平洋戦争末期、たった一つの爆弾によってもたらされた惨劇。被爆者の中には、見学に来たスカウトたちと同じ世代の人も大勢います。遺品を間近に見ながら平和について考えます。このようなジャンボリーみたいに、世界各国が日本各国から来た仲間と一緒にこう交流し合うことによって、やっぱり平和への道が笑顔でつながっていけると思います。When I look at this building, I feel about the power that the men can do to destroy things, and about how it's important for us to live in harmony together in peace, without no more war, without fighting each other, just living peacefully and harmony together in the world.展示品を真剣に見つめるタイがいます。ベトナム隊です。
ベトナムでは広島のことを授業で習うそうです。日本に来たら一度はここに来てみたいと思っていました。They were suffering burns and bloods and we feel very sorry for them. If I were them, I don't think I can survive. What should we do? Hard question. Well, each history of any country has the bad and the good. The good is the conditions to for us to move forward to the future, and the bad is the experience, very important experience that we learn to not to never to make the same mistakes again. さて、ジャンボリーも4日目に入りました。キャンプサイトではボーイスカウトたちが何やら作っているようです。鳥居何で作った、まあ、京都京都っつったら鳥居ですよ。平安神宮、平安神宮、平安神宮、はい、やっぱ京都はこれですよ。一方、キャンプサイトの入り口を作っている最中だったのがオーストラリア隊。大きな幕を張りました。こちらはお国自慢の動物でアピールです。ところで、海外のスカウトたちは日本の生活を楽しめているのでしょうか。デザインとかも好きだ。Oh, that everybody say hello one to each other, even that we don't know one of each other. That's very nice. How is Yamaguchi here? Very so cool. Fun! And Japanese are really nice. Yes. Always smile. Yes. 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 Yes.A lot of water in the air. We are sweating like a you. とにかく暑かったこの夏。日本人も暑いが、外国の人も暑い。How is it in here? Hot. Hot. Okay, which is hot in your country or here? Here. 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 America's like cold. Yeah, it's like cold. It's just the heat, the humid, the sweat, but.That's not anybody's fault, that's just the weather in Japan. 夏の暑さには参っていました。でも日本や山口のことは気に入ってもらえているようです。さて、キャンプサイトの中ではこんな光景も。この人だかり、一体何でしょう。知ってるやろ、あれあのなりじゃん。これ買ってないから。輪の中にあったのは、各隊が趣向を凝らして作ったワッペン。交換してください、交換、チェンジ、交換、チェンジ、交換。いるやんけ、お前ジャーナリズム覚えとらんやろ。ガン虫、ドレスかアメリカのどれ、あ、これですか。もう、どうしましょうかな。ちょっと曲げたりよ、それや。はい、どうぞ。ありがとう。トレードするやつ、ここに置いとるんやろが。ワッペンを交換しながら仲良くなるのがボーイスカウト流です。それが要は3、4、チェンジ店開いてるんです。チェンジという店です。うん、なんか他の県のいっぱいあったら楽しくなってくるみたいな。揃って行ったらだんだん行ってもないのに行った気になったりとか。ジャンボリーの大きな楽しみの一つは、普段行くことがない地域の仲間との交流です。湿ってる。
よっしゃいちごいちご何書けばいい何でもいいよ何書けばいい何でもいいよいちごいちご山口第4隊の山下恵里子さんは岩手隊のスカウトとすっかり仲良くなりました。どこでもいいよ。はい岩手隊絶対ブロッケそれさらっとかけるのかっけありがとうはいよよろしく他の子山下さんは小学生の頃からボーイスカウトに入っていて日本ジャンボリーの参加は今回が2回目です。学校はこう同じやっぱり高校なんで同じレベルの人が集まってるから居心地がいいんだと思うんですけどボーイスカウトはそういうのが関係なくていろんな人がいるのでそのお互いのレベルに合わせるっていうのがすごく難しいけどそこが楽しいところだと思います。山下さんはいろんな年齢の7人をまとめる班長を務めています。彼女は一人っ子なのでここで一緒に生活する仲間は本当の兄弟のように感じるそうです。待ってどうしたそんな山下さんを班のメンバーはどう思っているのでしょうか。なんかすっごいもう尊敬してます。なんか司会とか交換会の司会とかすっごいまとめるのがうまくってもうこんな人になりたいなみたいな。楽しいねどうしよっか。日本ジャンボリーを満喫するボーイスカウトたちそんな彼らにこの後大変なことが待っていました。ここまでは記録とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。この日は日本ジャンボリー最大の行事アリーナショーが行われます。アリーナショーに出席されるため皇太子様が来見されました。ショーが始まる前皇太子様は各国のスカウトたちと交流を深められました。緊張したけどすごい優しいなIt's been great. Yeah, it was a good experience. Thought that he would be someone like, would not be a jovial person, but he's a very jovial person and he likes to talk with others. キャンプサイトでは今日も真夏の太陽が照りつけます。連日の暑さでみんな少し疲れ気味。そんな時、会場に生ぬるい風が吹き始めました。それは一瞬のことでした。黒い雲があっという間に空を覆い滝のような雨を降らせたのです。山口第4隊のキャンプサイトあまりの雨の量にテントがぐらつきます。30分ばかり続きました。服や生活用具はずぶ濡れ。あちらこちらでテントが倒れたり壊れたりしていました。荷物がこれ大丈夫テントも倒れちゃったけど。ああそれはちょっとあそこにもう寝泊まりしてる子いるので荷物が濡れたらちょっとショックかな。じゃあみんなで直すだけだと。はい頑張ります。すごかったですね。ちょっとテントが壊れそうになったのはもうちょっと最初から強く立てとけばよかったかなっていう反省につながったのでいい経験になりました。
ャンプサイトはすっかり水に浸かりました。みんなで手分けして復旧作業に当たります。豪雨に襲われてから数時間後、全スカウトがアリーナに集まります。残りの期間も全力で楽しみましょう。ここにアリーナショーの開会を宣言します。はじめに皇太子様がスカウトへお言葉を述べられました。私自身も若き日に野営体験などのスカウト活動に参加した貴重な体験を懐かしく思い出します。世界各地のスカウトと交流し、国際的な視野を深め、地球上のさまざまな問題について考える機会としてください。急遽安倍首相も会場に駆けつけ、スカウトたちを激励しました。さまざまな体験を共にしつつ、お互いの文化や考えを理解し合い、絆を深めることができる目の良い大会となることを期待しています。続いて、国の内外のスカウトたちが地域ごとに分かれて、それぞれのパフォーマンスを披露します。疲れも忘れて、みんな一緒に飛び跳ねます。アリーナショーの最後、ボーイスカウト OB で宇宙飛行士の野口聡一さんがサプライズゲストとして登場しました。私が最初にこの日本ジャンボリーに来たのは今から37年前の第7回日本ジャンボリーでした。その時僕はボーイスカウトしてリーダーシップとか、自分の身を自分でちゃんと守るとか、それから、世界中の人と仲良く交流するといったことを学びました。その時学んだことというのはその後の私の人生で本当に役に立っています。皆さんが普段やっているスカウトの活動そのものが自分たちの未来、新しい未来につながっていく、そして皆さん自身の大きな夢の実現に向けてつながることを期待しています。また2年後ここで会いましょう。アリーナショーを終えた夜、大阪隊のキャンプサイト。え、それナスビ入れるね。
今これ何炒めてるの？菜の花です。菜の花じゃない。花こり。花こり。花こりって食べたことありますか？いや、ないです。初めてです。山口のやつ。お初。出ない。妖怪性かな？山口の徳さんなんこれ。徳さん。花こりや長州鶏など、山口県産の食材を使ったカレーです。やったおしゃいこかおたらマヨラリーイエーイいただきまーすいただきまーすほんと美味しい美味しいズバリ星は星三つですー水浸しのキャンプサイトで楽しくキャンプを続ける大阪隊ジャンボリーの魅力って何ですか？仲間が多くいるってことがいいですね。仲間がいないともう自分で一人ではできないってことも多くできるようになるし、いろんな人と出会えて、いろんな発見があって、そんなものができるジャンボリーっていうのは素晴らしいと思います。そこが大事だと思います。今5日目だけど楽しんでます？もちろん楽しんでますよ。なっ！はい。ほい。日本ジャンボリー残りもあと4日です。ここからはご覧のスポンサーの提供でお送りします。日本ジャンボリーもいよいよ後半。ボイスカウトたちはキララ浜を出て山口県内各地を巡ります。日本ジャンボリーでは初の試みで、スカウトたちが県内全19市町の観光地や学校などを訪問、地域の人たちと交流を深めます。We have enjoyed a lot. It was really interesting. There was a fantastic and wonderful show. 2015年に開催される世界スカウトジャンボリーでも、スカウトたちが県内各地を訪問することになっています。ジャンボリーは全国、そして世界中の人たちに山口の魅力を知ってもらえる絶好のチャンスなのです。山口県はすごいところやなと思います。僕たちの知らないまだまだ隠されたすごいところがいっぱい発掘できる県やなって思います。山口県の自慢の一つに豊かな自然があります。 I'm from Japan. I'll take you to Marawi. Marawi. Yeah. 瀬戸内の海を思いっきり楽しんだのがアフリカの国マラウィから来たクチョナさんとムロロさん。マラウィは内陸の国で湖はありますが海はありません。2人は本でしか海を見たことがないんです。人生で初めて間近に見る海。Yes. 네, 아준대들엄마숲이고후에こちらは小さい頃から英語を習っているという白川俊君。通訳ボランティアとして来ています。 I have never been on a boat before. Okay. So you are not going with us inside the water? Yes. But it's scary. No. You're not scared?Yes. 逆に怖いかな。Are you scared? But no. But this one. A little bit. But Tandy, yeah. Okay. Get on board. 小型ヨットに乗っていよいよ海へ。いきなり二人だけの船旅が始まります。Yeah.
終始叫んでばかりの2人でした。クチョナさん、バナナが乗り物になっていることがとても面白いそうです。Oh, it is very nice, very nice, and I prefer to come back and to swim again in Japan. Sure, very nice. その他、タイやアフリカの国、セネガル、トーゴなどのスカウトたちも海を楽しみました。マリンスポーツを体験するのは初めてという人も大勢いました。スカウトたちは県内の学校82校を訪問して児童や生徒と交流しました。山陽小野田市立紅葉小中学校には千葉や韓国、ボスニア・ヘルツェゴビナなどのスカウトが訪ねました。琴の演奏や地元に伝わる踊りで楽しみます。初めは緊張気味だった児童生徒たちも少しずつ話すようになりました。Very nice. I'm very glad to be here and to meet a lot of Japanese children. It's very nice. どうだった？楽しかった。なんで？外国人と会えた。緊張しましたね。なんで緊張したの？いや、知らない人といろいろ喋ったりしたから。でもなんか向こうの人がハイタッチとかしてくれたから嬉しかったです。2015年の世界スカウトジャンボリーでは県内の学校およそ550校をスカウトたちが訪問することになっています。日本ジャンボリー開催の3日前、7月28日、県北部を集中豪雨が襲い甚大な被害をもたらしました。このことを知ったスカウトたちが被災地ボランティアへの参加を申し出ました。被災地に向かったのは全国から日本ジャンボリーの運営スタッフとして来ていた20歳前後のスカウト30人です。萩市小川地区、多摩川が氾濫して集落が飲み込まれました。依頼内容、ゴミ出しと裏の倉庫お願いしたいと思います。この母屋と向こうの店舗の泥をかき出してもらいたいんです。で、それでもう一つ後ろに倉庫がある。鮮魚店を営む内田清さん。店も家も全て流されました。
店や家の中に入った大量の土砂を運び出します。すごい助かりますね。やっぱ人数が多い分だけね、うん、やっぱ小人数やったら流れ作業もなかなかはかどらんから、人海戦術、それが一番ですね。こういう時はね、何者にも変えられん、うん、ありがたいですね。やっぱり山口県にお世話になってる以上は、この山口県に恩返しという意味を込めて、させていただきました。せっかく山口にこうやってボイスカウトで来てるので、ちょっとできることがあるんじゃないかなって思って、私東北にもボランティアに行ってて、その時の様子と結構似てて、すごいそんな雨でこんなことになるんだなって思って、ちょっとびっくりしてます。じゃあ台車いります。ボランティアに参加したスカウトの半数は、東日本大震災の被災地でボランティア経験があります。その時の経験を生かして作業を進めました。被災地ボランティアは2日間行われました。日本ジャンボリーの日数も残り少なくなってきました。ボーイスカウト同士の交流はさらに深まっていきます。キャンプサイトでは日が暮れるとあちらこちらで交流会が始まります。こちら黄色い帽子をかぶった徳島・高知合同派遣隊が用意した出し物は、お国自慢の阿波踊りでした。こんな感じで、んで腰をちょっと落とす、で、持ってた足を、徳島隊に習って広島隊も踊ります。ここ手の動きが分からん、足の動きが分かった、これで手と足の両方出せばいい。お互いのことを知ること、知ってもらうこと、それが交流の第一歩です。難しい、足はできるんですけど難しい、手と足同時に合わせるのが難しいですね。難しいよな、腕が痛い。嬉しい、やろうな、嬉しいっすな、いい子じゃ、全国に広げたいっす、やろう。夜の8時、キャンプサイトのあちらこちらから歌声が聞こえてきます。この格好はどうしたの？これは、副長が持ってきてくださった浴衣です。はい、なんで浴衣に？今回は盆踊りをみんなで台湾の皆さんに披露するので、そのために準備しました。山口第4隊は台湾隊を自分たちのキャンプサイトに招待しました。会話は基本ボーイスカウトの公用語英語でします。 Thank you for coming here。Japanese scout say all name and all age. So please here. My name is Ishii Katsuki. I'm 15 years old. Nice to meet you. Nice to meet you. 山口隊のみんなはちょっと緊張気味です。はじめまして。私はエミです。I'm 13 years old.Hello everybody, I'm Hu Tingjia. You can call me Ren. I'm 12 years old. Thank you everyone.
盆踊りやゲームを一緒にして雰囲気を作ります。和んでくるとそれぞれの交流が始まります。山口隊はあまり英語が話せません。それでも雰囲気で伝わるようです。交流会の最後はお互い連絡先を交換します。 This jump is good. So here. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Good job. Good night. Thank you. 緊張した。あんちゃん、飛んできた？なんかみんな元気が良くて日本語をすげえ喋れたからちょっとなんかすごいなと思って。僕とかあんまり英語得意じゃないからなんかもうちょっと頑張れるようになったらいいなと思って。 Oh, very great. I learned many things. Yeah. This is the first time to wear this and it's a special experience. And yes, and it's beautiful and I love Yamaguchi and I love Japan. Thank you. I love Japan. Very good. Japan is very beautiful. こちらは神奈川隊。ソーラン節を披露しています。観客はその場に居合わせたインドネシア隊です。3分ほどの踊りが終わりました。すると突然インドネシア隊からエールが。日本ジャンボリー、そこにはたくさんの出会いと感動がありました。Thank you, thank you very much. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。君たちはたくさんの友達を作り、
多くの感動を得たと思います。この自然の体験は君たちがスカウティングを続けていく上でだけでなく人生を生き抜いていくための非常に大きな糧となったことと思います。第16回日本ジャンボリー閉会を宣言いたします。さらなる躍進を誓いボーイスカウト共通の掛け声やさかを全員で叫びます。山と海とに海の恵みに、そして白良浜で出会った全ての仲間にありがとう。厳しい暑さと豪雨に見舞われたキャンプ生活、世界中の仲間との交流、県内各地での出会い、それらすべてがかけがえのない経験です。日本ジャンボリー最終日、キャンプサイトを埋め尽くしていたテントはあっという間になくなりました。来た時より綺麗にして帰るのがボーイスカウトのモットー。さよなら。キャンプ生活はっきり言って大変でしたね。今日はもう外でベッドで寝てましたから。帰りに星が綺麗でした。流れ星が落ちるの見えました。ちょっとは強くなったかなと思います。 Really nice, really good experience, but something bad about it was the hot. I can stop sweating, but it's part of the experience, it's part of everything, it makes it more special, so I love it. なんかまだ力が足りてない部分を見つけたし、あとこうたくさんの日本の方や海外の人が出てきたのいるので、それを大切にしていきたいです。 So we're very happy to join here and thanks to the band that give us such an amazing and perfect camera. ちょっと班長っていう役目はちょっと初めてだったんですよ。どう人と動かすか、どう人と付き合っていくか、どう範囲を見ていくか、仲間を思いやるっていう、そのことをよく思いさせられました。 Very good. It's so wonderful. I love Japan. I love Taipei. ¿Y qué serían para enseñar su felicidad?
みんな取ろうか。俺が取る。お。山口第4隊の山下恵理子さん。ジャンボリーで出会った仲間たちが9日間で友達になりました。小学校4年生ぐらいの時に、世界ジャンボリーが山口で開かれることが決まって、それからずっと楽しみにしていた日本ジャンボリーだったので、とっても楽しかったし、この経験をやっぱり世界ジャンボリーにもつなげていきたいなと思います。バイバイ。はい、さようなら。日本ジャンボリーの成功は2年後へとつながっていきます。2015年、162の国と地域、およそ3万人のボーイスカウトたち、さらに大きな出会いと感動がキララ浜で繰り広げられます。